20世紀諸島のボルガ川船引き船引、き、またはブルラークとは川を下った船や橋景を上流へ戻すために陸地から綱などで引いて歩くこと、または引く人たちのこと。ロシアではボルガ川を遡るときに大規模に行われた。中国でも長江、下両江などで行われ、また日本でも急流を遡るときなどに行われた。ロシアでは ボルガ川が古くから交通の要であり、機動船が大勢を占めるまでは、船引きがよく利用された。ボルガ川の船引きを歌った歌には、民謡、ボルガの船引き歌、別名、ボルガの船歌があり、これは5人組のミリー・バラキレフが財布して、1866年に彼の民謡集で発表したものである。エイウーフ・ニエムで始まる歌詞の全部と、英語訳は、英語版にある。 音域がベースの基調で歌われる場合が多く、日本でも古くは、ヒョードル・シャリアピン、ポール・ロブスンの歌、近くはダークダックスなどの歌でおなじみである。歌詞の日本語訳は、堀内慶造、モンマナオエなどのものがある。ボルガの船引き何人かの画家が、ボルガ側の船引きについて描いているが、イリア・レイピンが描いた、ボルガの船引きが特に有名である。レイピンが、 国内旅行で見た民衆の苦労と誇りが如実に現れていて、サンクトペテルブルクの完成美術会に対抗した移動派の代表作の一つと言われる。発表されるとすぐに、ウラジーミル・アレクサンドロビチ大公に買われてヨーロッパ、中で展示されて有名になり、レイピンが学科として世に出る契機となった。中国では、長江、華陵江などでかつて船引きが行われていた。 最近は、長江三強船引き妊婦文化祭など、観光化した行事も行われている。日本でも周運が盛んだった長良川などで、船を引っ張る人が活躍する場所があった。船引きから言葉んくぼるがの船引き歌、中野京子、名画で読み解くロマノフケ十二の物語公文社、2014年、154ページ。 ISBN 978から4から334038113超高三強船引妊婦文化祭が開幕観光客が船引きを体験中国重慶市で投資商談会女性船引きのパフォーマンス近代の長良川周運ありがとうございます